あれ？君は確か、うちの弟の仲良しさん？やっぱり、久しぶりね。明けましておめでとう。まさか神社の前で会うなんて。あ、ここの近くに住んでるんだ。へえ。いいな、こんなに大きな神社が近くにあって。ううん。だって、いつでもお参りできるじゃない。少し、羨ましくって。あ、この着物？確かに、ちょっと時期外れ、というわけではないけれど、少し遅いわよね。よかったら、一緒に、神社の中を歩いてくれない？もし歩いてくれたら、私の胸の内を、君にだけ、特別に教えてあげようかな。なんてね。ありがとう。君ってば、本当に優しいんだね。じゃあ、中に入ろっか。すごい。ここの神社の中ってちゃんと入ったことなかったんだけど、足場は細かい石がたくさん敷き詰めてあるんだね。大きな神社ってなかなか来ることがないからすごく新鮮だわ。ん？成人式で？ああ、先に言われちゃった。あのね、私、成人式、実は出れなかったんだ。だから、ちゃんと成人式をやりたいなって思って。うん、そう。今年こそはって思って。ずっと引っかかってたんだよね。成人式にちゃんと出れなかったのに、大人になってるっていうのが違和感があって。あれ、なんだろう。手水？手水かな。清めるためにあるんだね。よいしょっと。あ、冷たい。いい音。なんかちょっとずつ後悔の気持ちが消えてきたわ。君も一緒についてきてくれてるからかもね。ありがとう、本当に。最初はこうして着物を着て神社に来てお参りをするだけの予定だったのだけど、君に付き合ってもらっちゃって、なんだか豪華な成人式が遅れてやってきたわ。お賽銭、投げて帰ろう。
ダメよ、人のお願い事を聞いたら。そのお願いが叶わなくなっちゃうわ。なんてね。さ、出口まで歩きましょうか。今日は付き合ってくれてありがとう。今度何かお礼をさせてちょうだい。あ、君のお家？そんな、さすがに悪いわ。着物を着た女の人が突然夜にお家に来たら、親御さんも驚くわよ。あ、じゃあ、君のお家がどこか。